ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。エンジェルビーツファーストビートを続きをやっていこうと思います。さあ、前回ね、なんとかかんとか球技大会でガルデモチームで勝利するところまでは終わりましたね。罰ゲームもなく、ユサさんが普通に話しかけてくれるところからやっていきましょう。おとなしさん、岩沢さん、定例会議です。了解、行こうぜ、おとなし。ああ、ここまで進めちゃえばよかったですね。前回では本日の報告を。高松君。はい、球技大会にゲリラ参戦しましたが、全チーム突如現れた天使率いる生徒会チームに敗北です。ほう、ガルデモチームの方にかかりっきりだったけど、他のチームはそんなことになっていたのか。もう頭使わせないでも使えない連中ね。だって相手は野球部のレギュラーチームだったんだぜ。強いよね。うるさい、話を続けるぞ。グズグズな球技大会がようやく終わり、次にやってくるのは、やってくるのは実力テスト。あー、普通にテストが。テストなんてものまであるのか。俺はあるさ、普通の学校を模した世界だからな。これ授業全く受けてないけど大丈夫かな。ここでまさかの足切りがあったらどうしよう。そう、だからこそ天使もこの時期ばかりは躍起になって私たちを追い込みにかかるわ。なんとかみんな逃げ切って来週から始まる実力テストを迎えるように。ほう、具体的にどうすればいい。オペレーション強腕すり替えを行う。ああ、なるほどね。嫌に具体的なオペレーションネームだ。でも誰のを誰のに。お前のを俺のにとかじゃねえ。そんなの嫌だよ。いいじゃねえか、ちょっとぐらいよ。なわけあるか。アホとアホの答案すり替えて一体何になるのよ。すり替えていないのと同じだろ。ちょっと思ってたよね、私もね。そりゃそうだな。うわ、アホ扱いされちゃったよ。いや、参ったな。浅はかなり。あ、出てきた椎名さん、おはよう。では誰のだ。天使の答案用紙とよ。つまり天使に赤点を取らせまくるってことか。それが何になるの。名誉の失墜。生徒会長として彼女は威厳を保っていられるかしら。それで天使が弱くなると。少なくとも教師や一般生徒の見る目が変わるわ。その行いには今までになかった変化が生じるはず。どんな。そう、そこまでは私も読めない。じゃあ意味ねえじゃんかよ。とにかくやるのよ。意味は後からついてくるわ。実行メンバーは一日時間をちょうだい。寝るに寝るわ。実行メンバーってことは選ばれたやつはテストを受けることになるんだよな。普通にテストを受けるのか。問題を真面目に解いちゃダメよ。消えるファクターになりかねない。なるほどな。授業を受けるのと同じ意味があるってことか。では解散。みんなが退出していくが、俺は一人残ったままでいた。あら、どうしたの。それを不自然に思ったのか、ユリから聞いてきた。ガルデモチームに入ってくれた NPC だと思い込んでいたやつがこの世界からいなくなった。お前が言っていた通り、生前の悔いを晴らしたんだ。あら、そう。そっけない反応。俺としてもたった2日のお付き合いだったけど、いいやつだと思っていた。最後に見た表情もすごく清々しかった。だから何。はいはい、あー、なるほどね。この世界からいなくなる方が正しいのか、ただの報告か。まあでも感じたのはこっちなのかなって思ったけど、どうなんだろうな。まあねえ、うまく成仏できる人の方がいいことなのか。こっち行ってみますか。この世界からいなくなる方が正しいんじゃないかってそう思った。ユリはふうと深く息をついた後、俺を見据えた。それは人それぞれよ。でもあなたは記憶を失ったまま、思い出せばどちらが正しいかわかるはず。なるほどね。そう言われると何も言い返せない。早く記憶が戻ればいいわね。だな。それだけ。あ、じゃあおやすみなさい。おやすみ。本部を後にした。
廊下で日向が待ってくれていた。ユリッペと何を話してきた？いや、ただの日常会話さ。バレてる。完全に怪しまれている。まあいいけどさ。その後、日向と一緒に夕飯を食べた。じゃあそろそろ風呂行くか。ああ、このメンバーのね、過去を知ってるわけじゃないからね、この人たちはみんな成仏しない方がいいのかなとか、いろいろね突っ込める日は来るのでしょうかね。二人で風呂に入り、ジャージに着替え、部屋へ戻ってくる。そろそろ寝るぞ。ああ、おやすみ。ああ、おやすみ。さらっと抜けちゃってますけどね。さあ、この世界も8日目でございます。おとなしい、顔を洗って着替えてとっとと朝飯行くぞ。ああ、すぐ行く。さて、お前の今日の朝食は。今日はガチャなのか選んでくれるのか。日向が右ポケットをまさぐる。食券をポケットから取り上げる。ステーキ&ハンバーグコンボ定食。重たいね。重い。脱力してしまう。俺はだーそりゃ、イングリッシュマフィン。ずるい、まさに朝食。席に着き、ボンオークがそれに乗せられた料理を前にすると、重い。いただきます。いただきます。ナイフとフォークも持ち、ヘビーなコンボに挑戦し始める。しばらく格闘して一度休憩を入れたところでふと気づく。いやに、一般生徒がゆっくりご飯を食べてるな。振り替え休日だからな。なるほど、昨日は日曜日だったのか。すでに曜日感覚などなくなっていた。来週から実力テストだったよな。それまで俺たちはどうすればいい？いつも通りでいいよ。トレーニングに励むなり、メンバーとコミュニケーションを取るなり、好きにすればいいさ。そんなものなのか。じゃあまた定例会議でな。ああ、はいはい。ここで自由行動かな。今日のもう岩沢ちゃんだけしかいないけど、これはもうこれで正解なのかな。ちゃんと正解ルートへ行ってると信じたいのですが。いつものようにこの時間は岩沢は曲作り。邪魔しないように見ていたつもりが気づかれ、ギターをつまびく指が止まった。ポイッと手招く。教室に入る。何見てんだ。入ってくればいいじゃないか。最初にここを訪れた時のことを考えれば、かなり心を開いてくれているのかもしれない。作曲の手を止めて俺を迎え入れてくれるなんて、本当にこのまま仲を深めていけるのかもしれない。今日はさ、私から聞きたいことがあるんだ。おお、なんだい。珍しいな。なんだ。おとなしい、人はどうして死ぬんだい。気をつかれて言葉に詰まる。お前物知りだからさ、聞いてみたくて仕方がなかったんだ。なるほどね。それは医学的にという意味なのだろうか。まさかエセ哲学のような俺の説法なんて聞きたくないだろうし、そうなのだろう。細胞分裂の回数には限界があることが分かっている。人間だと50回ぐらいと言われている。それを終えたら死ぬ。じゃあ人は何のために生きていくんだ。細胞分裂の話をしたならこう答えるしかない。子孫を残すためだ。なるほど。ならこの世界でも子孫を残すことは可能かもしれないってことか。ああ、どうなんだろうね。そうか、気づかなかった。それを試したやつはいないのか。私の知る限りじゃいないな。確かめてみるか。うっ、バカ、冗談だよ。何動揺してんだよ。どうしたんでしょうね。何かね、考えることがあったんでしょうかね。いや、何も動揺なんてしてないぜ。まずい、完全に動揺している。顔は赤くなってないか。これ以上作曲の邪魔はしたくないという理由でおいとますることにした。
ドアを閉めると腕を引っ張られ、そのままズリズリと階段まで連れてこられる。覗かれてたならそりゃそうでしょうね。関根だった。後ろには入江もいる。おとなしさん、あんたパネエッス。いきなりなんだよ。あの岩沢先輩にあれを確かめてみるかと言わせたんですから。それは私もそう思いましたね。これはガルデモのムック本的なものが発売されたら必ず明記されることでありましょう。唯一岩沢先輩に性的な誘いを受けた男がいた。その名はおとなし。ありがとうございます。下は何て言うんですか。確かに下は記憶喪失でまだ思い出してないが、お前らが聞いてたのかよ。新曲のアレンジが固まってきて、そろそろ岩沢先輩に聞いてもらおうと空き教室を訪れたら、そこには子作りの話にまで発展している二人の姿が。まあしているんじゃないのかなと思うんだけれども。したけどそれはあいつの口からだぜ。パネッス。まあそこがパネッスなんでしょうね。なんだよそのパネッスってのは。半端がない、つまり完璧だ、いやさらにその上を言ってるという意味です。てめえの造語かよ。いやはや、まさかここまでやってくれるとは予想以上だ。お見事だよおとなしくん。関根ちゃん面白いよね。パンパンパンとゆっくり拍手される。あー想像がつきますね。お前キャラがコロッコロ変わりすぎだから。10年以上この世界にいて、あんな岩沢先輩の女らしいところなんて見たことありません。むしろお前本当に人間かよって思うことばかりでしたから。それは言い過ぎだよしおりん。なんでバンド名がガールズデッドモンスターになったのか分かってんのかみゆきち。ほう。え、なんで。岩沢先輩と久子先輩が化け物かってぐらい人間味を感じない音楽基地だからだよ。こんなところで教えてもらえたガルデモの意味。そうだったの。本当かな。お前そのメンバーだろ。その化け物を今手のひらの上で転がすように操っている男、それが音無しという男なのさ。すごい。神でも崇めるような目で見られる。いやいやいや、全然そんな風になってないから。そろそろデートに誘いましょうや旦那。そんなの無理だろ。私が見込んだあんたなら大丈夫だ。そう言われても。男と歩いてる岩沢先輩を見てみたいです。見たいと言われてもな。お前それでも男か。男かと言われてもな。故障です、頼ます。兄貴どれだけキャラのレパートリー持ってんだよ。出た、しおりんのご偏見頼み。あるのね、持ち技なのか。でもそれが成功したことはかつて一度もない。ないのか。いな、今この日のために磨いてきた技だ。成功する。岩沢をデートに誘うか。ま、いいけど。成功した。奇跡だ。今までならしおりんのご変化頼みはむしろやる気がそがれるのに。なんだそりゃ。でもこの学校から出られないんだろ。どこに誘えばいいんだ。いいデートスポットをお教えしやしょう。学習棟と食堂の間、橋を渡った先にお花畑があるんですよ。お、この花畑はもしかしてみゆきちねえこと入江ちゃんがいたお花畑と関連あるかね。あれ花壇だよ。花壇かい。どっちでもいいだろう。岩沢先輩とお花、この掛け合わせが大事なんだろう。全然想像と違った。確かにその掛け合わせは見てみたいだろう。だからやれおとなし。お前はどのキャラが本物のお前なんだ。また本格的な匂いのするトムヤムカレーを食べる。はいはい、まあでもね、仲は深まってると思うんだけど、なんか足りてない気もすんだよな。もうこんな時間か。またあいつが唐突に現れるんだろうな。身構えておく。定例会議のお時間です。はい、来た。はい、あーどうなんだろうな。
もう一人でも大丈夫と告げる。何も言わず本部に向かう。改めて2問、疑問を投げかける。改めて疑問を投げかけてみましょうか。改めて聞くが、どうして毎回いきなり現れる？だからそれはあなたが気づいていないだけで、いきなり現れたりなどしていません。本当か？嘘をつくメリットがあるとでも？よくわからないが、あると思うよ。そうですか。そして俺がここを立ち去るまでお前はその場に居続けると。はい。連絡役としてはすでに仕事を終えているはず。今ここから立ち去ってもいいじゃないか。だから見送るまでが私の責務なので。またか。次は絶対現れる瞬間をこの目で捉えてやるからな。そこにどんな意味があるのか理解しかねますが。自己満足だよ、気にすんな。では本部までご足労を願います。ああ、ユサちゃんは今回攻略対象のキャラではないですもんね。動かないユサの脇を通り過ぎ本部へ向かった。まあそのうちもしかしたらね、あの攻略対象としてシナリオがあったかもですけどね。全員集まったわね。俺が最後だった。岩沢もすでにいた。さて実行犯を伝えるわ。今回の作戦は目立ちすぎるメンバーは外す。ほう、そいつはかわいそうに。はい、野田くん外れ。なぜ俺が目立たないという評価なんですね。自覚ないんかい。ユリッペの力になれないとは。いつもそんな物騒な獲物を持ち歩いているような奴が選ばれるはずがない。続き発表するぞ。みんなが黙り込む。今作戦は私、日向くん、大山くん、高松くん、竹山くん、そして音梨くん。私も入っているんですね。どよめきが上がる。また俺もかよ。それにしてもいつも幹部ばかりが作戦に参加してるな。はいはい、関根を推薦する。何も言わずに置く関根ちゃん。あ、ちょっとこれはあれかもしれないですね。あのやらないといけないものかもしれないですね。関根を推薦する。そうだ、人の色恋話にうつつを抜かしているあいつにも思い知らせてやりたい。なんか幽霊みたいになってますけど大丈夫ですか。俺は小さく挙手する。はい、おとなしく。関根も入れてほしい。あら、あなたからの提案なんて珍しいわね。まあいろいろあってな、あいつにもガルデモ以外の経験をさせたくなって。特に問題はないけど、岩沢さんがいいなら。私も特に問題ない。問題は作戦的には大ありですけどね。ではそうさせてもらうわ。よし、巻き込むことに成功した。俺たち幹部の大変さをとくと味わわせてやる。今言ったメンバーで臨むぞ。7日後の月曜、084号、昇降口に集合。さあどんな作戦になるんでしょうかね。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。